チーターは、哺乳子食肉目猫かチーター属に分類される、食肉類。原生種では、本種のみで、チーター属を構成する。アルジェリア、アンゴラ、イラン、ウガンダ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、ボツワナ、マリ共和国、南アフリカ共和国、モザンビーク。古くは、 サハラ砂漠と熱帯雨林域を除くアフリカ大陸全域、パレスチナからアラビア半島、インドタジキスタンにかけて分布していた。アジアではイラン中部を除いて絶滅している。東道町110から150センチメートル。尾長60から90センチメートル。肩高67から94センチメートル。体重35から72キログラム。体型は細い。 頸部から背にかけて体毛が伸長する。種小名ジュブタスは、縦髪があるの意で、幼獣の縦髪も含めこの伸長した体毛に、由来する。猛意は、単行色で硬く、黒い斑点が点在する。和名や英名は、胴体に斑点があるという意のサンスクリット語である、チトラーカに由来する。目の内角から口にかけて、黒い筋模様が入る。この筋模様は、 昼間の眩しさを和らげる働きがある、表情を際立たせるなどのに役立っている可能性がある。尾には黒い帯模様が入り、先端の毛衣は白い。頭部は小型。次回は小型で、やや扁平。交際は、高褐色で、瞳孔はマリー。剣士及び子根は小型だが、これにより、鼻腔が広くなり、呼吸量を増加させるとともに獲物に噛みつきながら、 呼吸がしやすくなっている。獅子は細長い。爪を収める鞘がなく、爪を部分的にしか引っ込めることができない。これにより爪がスパイクの役割をして、早く走ることに適している。俗名、アシナニックスは、動かせない爪の意だと考えられている。出産直後の幼獣は、体長30センチメートル。体重240から300グラム。飼育下では、 平均4 6 3グラム。生後3ヶ月以内の幼獣は、頸部から背にかけて、青灰色の縦紙状の体毛で覆われる。この縦紙は捕食者から発見されにくくなる効果や、体温調節に役立つと考えられている。ジンバブエには、反転がつながり、体状になる突然変異個体がいる。この変異は劣性遺伝。 家猫の多ー模様をもたらす変異と同じ遺伝子の変異によってもたらすものとされる。猫科の多種と比べると遺伝的多様性に乏しく、ミトコンドリア DNA の分子系統解析から、後期更新予の約1万年前に一度、絶滅寸前まで生息数が激減し、近親交配が進んだためと推定されている。一方で少なくとも野生科では疾患に対し、 抵抗力が弱い、繁殖力が低下しているといった傾向は見られていない。同時期に、同族の化石種アシナニックスインテルメディウスとアシナニックスパードネンシスも絶滅したと推定されている。タンザニア北部で前期更新予の地層から本種の化石が発見されている。キングチーターがチーター族の独立種エレックスとして記載されたこともあるが突然変異個体のため、 シノニムとされる。アフリカチーター AJ ジュブタスとアジアチーター AJ ペナッティカスの2アシュの実を認める説もある。以下のアシュの分類はクローズマンモラーレスに従う。以下のアシュの分類分布は IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従う。サバンナ内の草原やソリン、低木林に生息し、失笑が中程度で草原とソリンが点在する。 環境を好む。砂漠や半砂漠では水路や山脈の周辺に生息する。地表性だが樹上に登ることもある。樹上に登るのは臭いつけや獲物を探すのに有用だと考えられている。中高生でこれは獲物を死にしたり大型食肉類を避けるためだと考えられている。一方で涼しい時期や育児中の母親はついた地中活動をすることもあり。 サハラ砂漠やオカバンゴなどでは夜間にも活発に活動するとされる。単独で生活するが、母親とその幼獣、血縁関係のある個体では、小規模な群れを形成することがある。一方でこうした群れに、兄弟ではない個体が含まれることもある。オスは縄張りを形成し、群れを形成している場合は共同で縄張りを防衛する。 一方で縄張りを形成せずに中は放浪するオスもいて縄張りを形成したり放浪する生活を繰り返すこともある。メスや放浪中のオスの行動権は非常に大きい。セレンゲキ国立公園ではメスは395から1270平方キロメートル、オスは平均777平方キロメートルという報告例がある。一方で 獲物が多かったり移動しない地域では行動圏は小さくなり、クルーガー国立公園では百八十五から二百四十六平方キロメートルという報告例がある。獲物を追跡するときは、走行速度が二秒で時速七十二キロメートルに達することもある。九百六十五年にケニアで行われた測定では二百一点二メートルを約七秒で走行するのが記録され、これは 秒速29メートルに相当する。一方で、ボツワナのサバンナ林では、平均54キロメートルで走行するという報告例もある。近年行われた計測では、平均時速は59キロメートルである。失踪できるのは、オカバンゴでは、平均173メートルという報告例がある。最大600メートルまで全力失踪することができるが、 通常は300メートル未満。小型から中型夕日詰め類、大型夕日詰め類の幼獣などを食べ、ノウサギ類や鳥類を捕食することもある。地域別では主にダマガゼルやドルカスガゼル、スプリングボック、インパラ、グラントガゼルやトムソンガゼル類などを食べる。小型から中型の獲物がいない、大型夕日詰め類の生息数が多い場合は大型。 夕日詰め類を好んで捕食することもあり、アフリカ南部では、ニアライランでは、パサンや、ムフロンなどを食べることもある。オス同士が協力した場合は単独では、通常を襲わないようなオグロヌーオリックス、サバンナシマウマの幼獣を襲い、アフリカ水牛や、キリンの幼獣を殺すこともある。鳥類は、ダチョウ、のガン類、ホロホロ鳥類などを食べる。動物の死骸は食べないが、 これは、大型の食肉類との争いを避けるためだと考えられている。家畜を襲うこともあり、ナミビアの調査では、植生の10から15%が羊やぎ、3から5%が牛の幼獣だったとする報告例もある。アリ塚の上や、低木の木の絵などから獲物を探すが、竹の長い草が、茂みがある環境では、茂みの中で獲物を待ち伏せる。 獲物200から300メートルまで接近してから狩りを行うが、距離が200メートル以上だと狩りの成功率は低下する。獲物を発見すると近距離まで忍び寄ってから全力で失踪しながら獲物を追跡し、引き倒した後に喉に5から10分間噛みついて窒息死させる。狩りの成功率は半分程度。倒した獲物は他の動物に邪魔されないように、 茂みの中などへ運んでから食べる。頭部や顎の力が弱く、獲物の骨などは噛み砕くことができないため残す。成獣は2から5日に一度獲物にありつければ十分だが、子育て中のメスは毎日狩りに成功する必要がある。水は4日に1回、時には10日に1回だけ飲むこともある。幼獣の捕食者は、胸部地ハイエナライオンなどが挙げられ、ライオンは、 成獣も殺すこともあるが逃げ切れることが多い。繁殖様式は体制。発情したメスは木や茂み、岩などに放尿し、その匂いを嗅ぎついた、優位のオスは鳴き声を上げながら、メスを追跡する。メスがオスを受け入れると互いに鳴き交わし、1から2日間に数回交尾を行う。妊娠期間は90から98日。野生下では、1回に6頭までの幼獣を産む。 主に2から4頭の幼獣を生む。飼育下では最大8頭の出産例がある。幼獣は生後2から14日で開眼し、生後16日で歩行できるようになる。授乳期間は3から6ヶ月、生後15から17ヶ月で狩りができるようになる。常日のように、生後8週間以内はライオンによる捕食により死亡することが多く、ブチハイエナに捕食されることもある。 セレンゲティ国立公園では、ある時期の幼獣の死亡率が95%に達したという報告例がある。一方でこれは明けた環境である、セレンゲティ国立公園で、主な死因であるライオンの個体密度が急増した時期の報告とされ、通常はこの割合よりも小さい。生後14から16ヶ月で生成熟する。 セレンゲキ国立公園での平均寿命はオス5年、メス6年。同国立公園では最長寿命はオス11年、メス14年。チーターを飼い慣らしていた古代エジプトの人々ケガワが利用されることもある。古代アシリア、エジプト、シュメール、インドのムガル帝国、ヨーロッパなどでは飼い慣らした個体を資料に用いることもあった。悪ク一世は 在位期間に約9000頭の個体を飼育したとされる。ジンバブエやナミビアなどのアフリカ大陸南部では家畜を襲う害獣とみなされ、駆除されることもある。農地開発による生息地の破壊及び獲物の減少、害獣としての駆除、毛皮目的の狩猟やペット用などにより、生息数は減少している。アフリカ北東部では、幼獣も含めてアラブ諸国などで、 ペット用とするために密漁、違法売買が行われているとされるが、幼獣はほぼ輸送中に死亡してしまう。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。一方で、生態標本及びハンティングトロフィーとして、2021年の時点でも毎年ジンバブエ50ナミビア150ボツワナ5の輸出割り当てがある。 1970から1980年代における生息数は1万5000頭と推定されている。1966年に動物園で繁殖した幼獣の生育に成功した。日本では1977年に九州自然動物公園アフリカンサファリで初めて飼育化繁殖に成功している。日本では2021年の時点でアキノニクスユバトゥスとして 特定動物に指定されており、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。